量があってですね、それでそれが、まあ、ある形をしている、ね、まあ、それがちょっと、まあ、まず最初の出発点だなと思っています。で形っていうものはね、頭の中にイメージにあっても、それをこうなんか人にこうじゃ あの伝えようとかっていう時には、やっぱり材料がないとね、形っていうものを伝えることできませんね。まあ、そういった意味で非常にこの、形とね、まあ、材料と形っていうのはすごくこう、まあ、密接な関係があるということがね言えると思うんですよ。でそこがまあ出発点かなというふうに思ってますね。でその次にまあ2番目に来まして、今度は、ある素材をね、こんな形をしているのかとかね、そんな風な、まあ、ちょっと驚きみたいなね、そういうものを多くあるんだよね。そういった時には、もうこれはもしかして彫刻かもしれないなとかと思うわけですよね。多分まあ皆さんも自然のこう石ころとかね、まあ、流木なんかがちょっとこう変わった形してたりなんかすると、ね、これ彫刻かな、なんかちょっと心惹かれになるので、まあ、そういう経験あったと思うんですけども、まあ、そういった時ですね、まあ、まだそれではまだ彫刻かどうかってまだちょっとあやふやなんですね、私にもね。で、その次の3つ目の3番のところなんですけども、ある素材ね、まあ、これ石でも鉄でも、ね、木でも何でもいいんですけども、まあ、その材料の特徴ね、特徴、まあ、今そこにはこうあえてその素材の特徴を主張しながらなんて書いてありますけどね、まあ、特徴を生かしながら、独創的な形をしている、ね、単にこうなんかちょっと変わってるというよりも、ね、まあ、独創的な形をしている、ね、まあ、そんな風にも出会った時に私は、うん、これはもうまさしく彫刻だなっていうふうにこう、まあ、そんな風に考えているんですね。でここに来てもまだちょっと言葉の、ね、意味がちょっとあやふやだ、まあ、素材のこう特徴っていうのはね、まあ、なんとなく皆さん私にはこう木を使ってるんで、まあ、木は木らしいとかね、まあ、石は石らしいとか、まあ、鉄は金属は金属らしいとかね、まあ、そういったものはなんとなく皆さんこう感じるんじゃないかと思うんですけども、まあ、それはまあなんとなく分かると思うんですね。ただその次の独創的な形っていうのはちょっとまだこの時点では、まあ、私もねこうやって使ってますけども、少し、まあ、説明としては不十分かなと思うので、そのところをね、もうちょっと考えさせて、ね、まあ、そんなふうに思います。で、その、まあ、2つ目。で、まあ、点っていうのは、いわゆるこう、1はあるんだけどね、面積に対する倍、いわゆる0っていうね、何もないっていうね、まあ、そんなことを表したいなと。それを一つの作品の中でね、作りたいなと思って、やるのが、実際作るときもですね、ポイント2つです。これ最初は四角い材料ですね。で、実際作っていたときも、自然の設計図みたいなものですけども、このですね、この赤い線のこのところがですね、大学の大きさなんです。でこのラインが、で一つはこの楕円を分けてるかっていうのはどっちね、それからポイントです。それからもう一つはこっちを尖ってるのを作るためにここをこう、まあ、スパッと今切れるかもしれない。でここをどこに行くのっていうのは、これがですね、一番の大変です。その2つをクリアするのは、まあ、大体こういう形で作るっていうことで、楕円っていうのはパソコンとかね、使えればね、結構簡単にできるかもしれないですけど、私はそのパソコンで、得意じゃないので、一番原始的な、ね、方法で、やったんですけど、この点が2つの点からですね、一番2つの点からの距離をいつも一定に保っていくと、ね、そういうのが、それこそ楕円だっていう、それだけは知ってたんで、まあ、こんな感じだろうと思って。糸を使って原始的なものを使って、で、ここでこうやってやって、で、こう、ここでグル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 やって、で、渡したってことですね。まあ、それで、これ、糸がね、正直、糸が伸びちゃうんですね。そう、書くたびに少しずれちゃうんだよね。だからもう、できるだけ糸が伸びないような、ね、糸を使って、今、こうやって。ここだけ書いちゃうか、あとはその紙に写してね、
それを手段を行ったというか、自分の中でそれを使いました。それが僕の中で。あと、この手はここを切るとき、これ下の方が広がってるんですね。まっすぐにこう下にこう切るんだったらば、簡単なんですけども、そんな難しくないんですけども、じゃあここをどうやって切るかっていうんで、終わりましたので、今これでこの図なんですけどね、ちょっと分かりにくいかもしれません。要するに、ここのラインですね。ここのところ、ここのところね、そのところに材木の線をつけるのが、しがなかったんで、それでまあ、すでにこうちょっと、再考して、まあ、割り出していってですね、まあ、その分積み上げていく形にして、であとはもう、切りっぱなしだとね、やっぱりどこかのところとかなんかできるんで、あとはもう、この楕円とその点だけ、そこだけ、残るように、余計なところができるだけもう省いていって、作ったのが、まあ、この形です、いうようなことなんで、まあ、そんな感じで、作りました。まあ、入ってまあ、去年はこれ延長だったんですけどね、うん、で楕円の形にしてみて、うん、少しゆったりした感じにさせてもらって、はい、そこの尖ってる部分がゼロっておっしゃる、はいはい、じゃあこの閉めてるっていうか、その封じてるってところがそこなんですか。まあそういうふうな、うん、ことを考えて、楕円をだんだんこう狭めていって封じ込めていって、まあ中にうんとこう詰まってるものをだん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 こう狭めていって押し込んでしまうみたいな、でなくしてしまいたいみたいなことなんですよ。そういったことをイメージをして作れればいいかなと思いました。あのね、それやっぱり私自身は衝動的というよりも少しこう、こんな感じこんな感じってため少しずつためていったね、そういうものがあったと思います。衝動的なものもそういう時も当然あります、ね、でもね、そういう時ってあんまりダメなんですよね、正直言って自分の経験から言ってね、衝動的にね、でこんなで行こうと思ってやるとね、大体少し経つとね、気にねえなとなっちゃうことが多いんです。でもそういうことも当然ありますね、そういう時も、はいはい、